はい、無事になりました。じゃあ始めさせていただきます。ディートコーデです。よろしくお願いします。8月以来ですね、僕は。はい、ちょっと楽しませていただきます。いきなりね、何を持ってるかと言いますと、今年フルート始めたんですよ。ちょっと小学校の時ね、やってたんですけど、僕のね、憧れのちょっと曲を、クラシックですが、アルノネリ、ネネット、ちょっとね、聴いてください。ですね、あんたに懐かしいものを見せてやるわって、これ持ってきたんですよ。
41年前に買ったフルートレスナマズの当時はね10万円消費税なしでなかったことです。今だともう20万ぐらいするんじゃないかなとあるんですけど、最初ね全然ならなかったんですね。でも今日なんか不思議となってました。マックルです。行ってますね。すごいよ。いいよ。メンテナンスダンサーってやばいかなと思ったらちゃんと出てましたよ。僕もちょっとびっくりしました。吹きながら歌った。感動しましたね。うわ出てると思ってですね。いやちょっと嬉しかったですね。ありがとうございました。楽しいもん。さあこっから本業ですよ。いつもあのギター弾き語りをやってまして、ここからちょっと3曲を歌いたいと思います。じゃあここに、サポートでジャンペン、ロシーさん、イエーイ。ずっといろんなところでね叩いていただいてますけども、本当にあの気持ちよくね歌わせていただいてます。じゃあ、春らしい曲ということで、もうね桜散っちゃいましたがね、まだ残ってますかね、ちょっとは、ね、なので、小袋の桜を歌いたいと思います。聴いてください。ギターの音がありますね。
花がある。これはたくましい花じゃなく、儚く揺れる小さな花びらの数と同じだけ。
地故郷よ、また会おうと、もっと近いやったあれから何十年なんて夢を見てる気がしたんだよ。ああ懐かしい、あの歌が聞こえてる。一緒に歌えばそれに戻れる気がして、こうして君と巡り会えた。今までありがとうって書いた母への手紙、涙触れる自由気ままな僕をずっとずっと見守ってくれて、ここに今僕は生きてる。これもね、もうすぐ母の日が来月かということですね。これもやっぱりこの時期に歌いたくなるなっていうことですね。それでございます。僕のちょっとね、初めてお会いしますね。僕も知ってる方ばっかりなんですけど、ちょっと自己紹介しておきます。僕もね、福津市からやってきました。東郷市ですけども、今宗方に住まいに使ってるんですけどね、福津市です。ね、ちょっとややこしくてすみませんね。普段裏山東郷公園だね。ちょっとありますね、公園の裏とかですね、あるんですけども、僕はね、よく企画ライブをやってまして、去年始めましたのが、赤マスク通りにありますシナモンカフェというですね、美味しいパスタ屋さんですね、うん、という感じで、まあ、こちらにいらっしゃるロッシーさんも一緒にね、チームシナモンカフェというね、企画ライブ、運営、いろんなね、返信の人、最近はね、いろいろホームページも作って、ね、作ってたり、YouTube チャンネルもできたりとかね、このいよいよ、オリジナルネットでいいのかな。シナモンカフェ T シャツとかね、ね、1万2000円なんかそれ着て来店したらなんかドリンクサービスとかね。まあそんなね、楽しいことをいろいろやってますので、どうか僕に興味ある方ぜひお友達になってください。ね、僕は年齢とかね、男女問いませんのでね、
よろしくお願いします。じゃあ、ということでですね、じゃあもう最後の曲、なんですけども、シミーズが来たんで、ノリノリで、これね、北九州の小倉をちょっと拝見した歌なんですけど、北九州のリバーウォークでストリートライブを受けまして、それだけ作った曲なんですね。いろんな出会いに、街角ストリート、聴いてください。お時間取っていきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ奏でよう思いを込めて、音楽が溢れる街にやってきた。いつもと変わらない光と影に包まれながら何かを伝えよう。ありがとうございました。